バリカンを買いました。これで床屋代がいらなくなりました。もう紙もなくなったし必要ないです。床屋さんはこれで一発で OK です。これ1700円で買いました。お部屋はあったかいんですけど、水はやっぱり氷みたいに冷たいので、中に手袋をして、そしてこのゴム手袋をして洗います。ガス代節約で水で洗ってます。お部屋がとにかくあったかいんで、あんまり抵抗はないですね。あら。ここに置いてたらすぐ乾くんですよ。じゃがいもを植えたいんですけど、畝を作るのが土があまりにも狭い畑なので、とりあえず穴を掘ってそこに植えて、そして芽が出てきたら徐々にこの土をかぶせる、そんな感じでしてみます。おいっこくんから聞きましたね。前回作った時に畝がちっちゃくてやっぱ実の入りが少なかったので、こんな感じで初挑戦です。こんな感じでここから芽が出ますよね。10センチぐらいこう茎が伸びてから土を盛ることにしようと思ってます。最後の大根もおら取ってしまい、うわーすごい長いね。葉っぱも綺麗なので食べますね。よいしょ。あと一列じゃがいもを植えます。こんな感じで植えるところだけ掘ろうか。そうです。一件一件確認しながら進めました。
よいしょ、重い。今日は雨なので、家の中でトレーニングやってます。もらいものの島原の塩わかめです。お味噌汁に入れます。皆さん見てください。今日は買い物に行く日なので、こんな感じでガランとしてます。詰め込みは好きじゃありません。もらい物です。そして私の人参こんな感じでした。これを野菜炒めに使います。最近のわかめは塩抜きが簡単になりましたね。わかめ豆乳、恒例のイベリコ豚です。今日は簡単メニューで野菜炒めです。結構でもこういうのが美味しいですもんね。今日はもらい物のお嫁ちゃんの実家からもらった大根を、大根だけぬか漬けしてます。煮干しとか唐辛子、それと
山椒の実を追加して入れました。ぬか床も追加しました。こんな感じでまだあります。めっちゃ熟成してもう顎がキュンってなりますね。酸味で緑に大根版をちょっと炒め物に入れます。あ、香りがある。てっちゃんがちょっと喉がイガイガするっていうので去年の10月に作りました。私作です。煎じて飲ませます。これは秋口の柚子です。で、母が言うには水が半分ぐらいになるまで煮詰めなさいっていう教えでしたのでちょっと10分ぐらい ぐつぐつさせますね。よいしょ。タイマーを10分とりあえずします。てっちゃん、できました。お待たせしました。はい。どう。いや、作ってくれてありがとう。はい。じゃあ、いただきます。はい、いただきます。ね。焼肉のタレがね、切れてましたの。なので、中濃ソースで食べて、私焼肉のタレ。豚肉？うん、イベリコ豚。イベリコ豚、ね。あ、足りるかな？お父さんにも足りる。これは薄味でいい。まあ、いっか。こんくらいでいいかな。うん、どんなかけなくていい。あ、足りた。よかった。じゃあ、いただきます。うちの大根最後です。わもで、わかめはもらいもんで、うん、イベリコ豚さ、めっちゃうまかよね。うまかね。大好き。食ってみるかね。うん、うまか。でね、今ね。お父さんがほら、喉がちょっとイガイガするっていうんだけん、柚子を煎じよる。これ、あら。あ、柚子はいいね。うん。なんか、この、喉の違和感が薄らって感じだもんね。うん、うちの大根って言ったね。うん。おちんびがね。ない。ここどこの言葉？チンビカ、雪の裏？あ、雪の裏、チンビカっていう。うん。美味しかね、これね。うん。そうね。うん。じゃがいもをね、穴を掘って、そこに植えて、ちょっと土かぶせをしとっとさ。うん。で、芽がこんくらいになったら、うん、今こう、外に置いてる土をかぶせる。うん。そしたら、フラットででも、立派なジャラムができるかなって、あ、ジャラムってあのちっちゃいやつ、ちっちゃいやつ、その作り方はほら、甥っ子がね、穴を掘ってその里芋を作ったっていうだけな、それしてみた、ジャガイモってさこう それを元にまたこう根の出てそっからまたこう実を作る、あれ里芋とちょっと違うね。そうね。
例えばこう、親芋があって、それにくっついて、こう、子芋がそうね、うん、大丈夫かな。まあ、でも、よか、実験、うん、できたチコやもんね。自分が作ったやつを、うん、前のジャガイモはうまくできとった。あれは、うねを作りましたと。ああ、なるほど。うん、今度、上のうねを作っとられた。あんな中に。いやでも何でもすげえチンピカとしかできんよそれ6かたや食べれればピンポン玉ぐらいでも、うん、こんな感じになりました。このくらい1回に飲めばいいかな。蜂蜜もちょっと入れて、あ、自分で入れて、入れて、よし、また夜に飲ませましょう。夜に蜂蜜も入れます。僕はこの三寒四温がある季節が一番あの風邪に対して敏感になります。もう風邪になったら熱は出ないんですけども、咳が止まらないんですよ。だからもうあの眠れなくなります。もう前は1週間ぐらい全く寝ない時がありました。もうベッドの上で咳ごとに跳ねるんですよね。もう本当あれが一番苦痛でですね。だからもうこの季節になるとこの柚子が最高です。もうすごく喉が癒されます。私も飲んでみよう。やっぱ蜂蜜がいいだろう。うまい、効けそう。これを本当、これがおかしいよね。うん。